歴史的な自然の摂理なんです。人口は増えてマイナスになることが多い。戦争っていうのは起こる理由はこれ。本当世界史の授業で時々話すんだけど。そうだよ。はい、浅田村君です。はい、出ましたね。どうも。さあ、もう敗血飛行座当たったということで。ありがとうございます。出ますね。格差だったところ、はい、格差出たんで、あ、なんか当たっちゃって寂しい感じがするね。なんか格差が出ちゃうんだみたいな。そういうんじゃないか。格差が生まれた理由まで出ましたからね、将軍中に。あ、出たんだ、はい、へえ。その石器時代って言葉が出てましたね。ストーリー、あ、そう、おお、終わって蓄えられるようになってっていうのを書いてました。よかったよかった。本当に、本当に今回も狙いに行こうかなと思って。これ入ってる、なんとか。ちょっと寝癖がまだ目があるんですが今日のネタは人口ですね。やっぱり人口出やすいですね、いろんな問題で。社会問題だもん ね、 そうですね、実際ね。やっぱり人口が増えるっていうのも出てきますし、まあ、日本の問題だと人口が減ってるっていうのも出るんで、どちらも出やすい、ね、そうだね。世界史に関わることと世界史と関係ない自分のね、個人的な意見ももちろんあるんだけども、これはね、この世界史というよりも歴史上の根本的な動きなんですよ、はい。人口っていうのは簡単には増えないっていう、まずね、それがまず第一なのよ、うん。でそれはもう見て分かる通り、人口が増える、こう例えば子供を産んでいっぱい増える、うん、増えたとすると間違いなく食糧難になります。で食糧難になると、物を育つために土地が必要になります、うん。そして生存権の拡大になります。で生存権を拡大しようとすれば、もちろん領土を増やさなきゃいけません。領土を増やそうとすると、人のとこまで入っていかなきゃいけないから、で戦争になっちゃうわけですよ。で戦争になったら人は死にますから、だから自然に人口は減るっていう、これは歴史的な自然の摂理なんです。だからそう簡単に増えないのは、よくね、これは資料集に載ってるグラフ、人口増加グラフってのがあるんだけど、確実じゃないけどね、常にこうやって人口って増えるわけじゃないんです。やっぱりこうやって増えたら必ず下がり、でまた増えて下がり、あの株価とかで一緒ですよ、はいはいはい。必ずこういう風になる。ここの部分って何なのかっていうと、やっぱり基本的にこれが多い。例えば世界史少し知ってる人だと、ゲルマン人の人口が増えました。でローマ人の人口も増えました。ローマ人がここにいて、ゲルマン人がここにいるとすると、お互いに人口が増えてるから、それは領土を広げなきゃいけない、ぶつかり合う。でゲルマン人が勝って、ゲルマンがローマに入ってった、人がいっぱい死んだ。ですごく増えてたのに、ざっと人口が減った、こう下がるっていう。だから常にずっと増え続けるっていうのは本当は難しい。それはこういう風な戦争。でも逆に言うと、日本はね、人口が増えてほしいと思ってるかもしれないけど、はい、さっきの話じゃないけど、人口は増えてマイナスになることが多いんでね、世の中って。でもそれに関しては、実はこれを見て分かる通り、やっぱりこう人口を抑制する力があるんです、はい、戦争には、うんうん、ある意味です、うん。なんか戦争皇帝みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、これがすごい長い間平和になると、戦争がなくなるし、となると人口は増え続けてしまうっていう、実はそれはそれなりに問題点がある。だから平和時代が長く続いてる時代っていうのは、次危ない。その長く続いた後に何かが起こりやすいっていう。怖くない？確かに平和がいいっていうのは、のぺってしてる人が言うことであって、歴史を勉強すると、必ず戦争っていうのは何年に1回とかに起こる理由はこれだ。よくヒトラーの授業で出てくるよ。ドイツ人の領土生存権を拡大するために、元奴隷だったスラブ、スレイブの、はい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 、スラブつまりソ連ですに行くべきだ。だから独ソ戦になったりするのはこれなんだよ、はいはい。で人口増えてたんですよ、ドイツ、うんうん。だから領土拡大して戦争していっぱい死んだから減ったみたいな。だからこれが自然の摂理として起こる。なるほど、恐ろしい話。どうなんでしょう、ここはよくなんかね、出てたりしますよね。まあ普通にあることだよね、アフリカの話とか、うん、よくあるよくある。これで貧困から抜けられないみたいなのは。でもこれがやっぱりアフリカみたいなものだと、その国が確固たるものになってないので、あんまりこういうの見えないんだよね、うん。でもこれが歴史だと、ドイツとかフランスとか、イギリスとかアメリカとかなっちゃうと、よくわかるよね、はっきり。でもこれだけじゃないわけよ。人口が増えない理由はもう一つ、やっぱり神様っているんじゃない。神様っているんですよ。異常気象、人口が増えれば、その人口が増えて、今はね、もちろん二酸化炭素が増えたとかそういうのがわかるから、技術の発達が気象をおかしくして異常気象になり、飢饉を生み、それが人口減少になるから、この現象はやっぱりこれと同じ、こういう感じでこの現象を生み出してるわけ。なるほど、ここは確かにいろんな文脈で出てきますね。あ、出てくる、やっぱりこれ。やっぱりだから1個だけじゃない、戦争も
人口減少のきっかけであり、異常気象も人口減少のきっかけ。でも今はそれよりも上回るぐらいに人口が増えてるわけ。これよりも上回ってる。一つは戦争が少ないこと、異常気象が少ないんです。まだ昔みたいにドサッて異常気象になんか耐えられるようになったよね最近は。でここで一つ、実はこのグニュグニュっていう動きっていうのはいつぐらいまでがひどかったのかっていうと、16世紀、ここまではこの人口の減りがこの激しかったんです。それがこれ以降この人口の減りが少なくなったんです。それはこれじゃない、これは変わらない、ずっとあったけど、これこの異常気象に耐えられるようなものがヨーロッパの中に入ってきたんだよね。入ってきたんですね。この異常気象っていうのはもう僕もこれは地学が専門じゃないんで分かんないんだけど、だいたい60年から70年に1回ぐらい冷夏、寒い夏とか寒い状態になって物が育たないっていう、やっぱ寒さっていうのは一番食べ物にとっては大変みたいで、そこでこの寒さに強い食べ物がこのぐらいにヨーロッパに入ってくるんですよ。寒さに耐えられる食べ物、しかもヨーロッパに入ってくる、どっからか。さあなんだちなみにアメリカから。アメリカから入ってくるんですか。だってこれ大航海じゃないですか。あ、そうですね、大航海。新大陸から入ってくる。新大陸から入ってきたもの、寒さに強い食べ物。寒さに強い、北海道とかで作ってるものってことだね。北海道で作ってるもの、これはやられないんですよ、冷夏では。へえ。だって米はやられちゃいますし。そうです、アメリカから入ってこないでしょあ、なるほど。じゃがいもです。じゃがいも。あと、あ、これは浮かびましたね、トウモロコシです。アメリカといえばこれ、この2つなんだよね。でまあ、じゃがいもはヨーロッパ、トウモロコシは中国の方に割とよく入ってきて、いわゆる飢饉に強い食べ物ができたこと、つまり人々にとっては助かったこと。なるほど。ああ助かった、でも助かったと思ったけど助かってない。なぜかというと下がらなくなったからこのまま増え続けちゃうわけ。はいはいはい。今度は問題が起こるのはこっちなんですよ、そう、こういうことによってこれがなくなれば自然にこっちが増えてこれが増えて、だから17世紀なんて戦争ばっかりしてるよ。なるほど。だって勉強したでしょ、多分なんとか継承戦争とかってさ。あ、はいはい、あれスペイン。そう、そう、18世紀なんてそんなの戦争ばっかりだよ。20年に1回戦争ばっかり。ははは。でもちろんアメリカ独立戦争、フランス革命も全部あの時期じゃん、こういう風に異常気象なくてよかったねとか、異常気象に耐えれるようになったね、人口増えたね、戦争増えたねになっちゃう。なるほど。なんか悲しいけど人々が幸せになってよかったねってなって増えすぎるとこういうのが起こるから、戦争をなくす、平和にするっていうのは人の心だけではうまく捉えられないことになるってことじゃない。これは考えさせられる。どうですか森哲さん。すごい出るんですよ、やっぱ人口増えててこのままじゃやばいみたいなのしか。もう今70億ぐらいの、まあ多分みんなここしか考えてないと思うんで、それって英作文でも多分それ書くと。ああ、そっかそっか。ここなんで、それは今は平和だからね、こんなにならないけど、でもそれは我々日本人が考えてることで、アフリカなんてしょっちゅうやってんじゃんこれ。でアフリカで起きてる虐殺とかその民族対立の背景は実はそこにあるんですよ、もともとを考えれば。でだって2つの民族いてさ、どっちが政権握るかって揉めたら生存権と同じじゃん、だから結局やつらは殺し合う。なるほど。で多少人口減る、それはそれで本当は良くないことなんだけど、いいことなんだ、っていうことが、これが一応世界史上よく出てくる話なんだわ。これ国連英検とか英検とかで使えるかもしれないですね。ありそう。これね、でこれだけ話していい、はい、これ俺の意見じゃないよ、この人の意見だからね、はいはい、人口論マルサス、これ多分知ってる人多分いると思うんだけど、この人って19世紀のだいたい初めから真ん中ぐらいに活躍した経済学者です、うん、イギリスでちょうど産業革命が最高潮になって人口が莫大に増えてきた時代なんですよ、そのことにマルサスが警鐘を鳴らした。どういう意味で警鐘を鳴らしたの。ほんと世界史の授業で時々話すんだけど、難しくって子供たちがあんまり理解してくれないんだよ人口っていうのは基本的にこういう風に増える、幾何級数的っていうのがこういう風に。それはそうだよね、だって1人の人が子供を産んでさらに3人産んでその人が何人産んでって、このネズミ子みたいになるわけでしょ。で食べ物っていうのはやっぱり同じ広さしかないから、もう作ってもこういう風にしか食べ物っていうのは増えないわけです。これが食べ物です。そしたらこのままずっと人口が増え続ければ、今は食べ物の方が多いけれども、いつかは絶対に人口が増えてしまう。あの人口の方が食料で。そうなるな。そしたらもう飢饉が起きて、もちろん全員死ななきゃいけなくなるよ。うん、で、これに警鐘を促したのは、このカーブが悪い。
って彼は言うのよ、うんうん、じゃあこのカーブは何なのか、うん、なんでこんなカーブになっちゃうのかっていうと、当時イギリスで流行っていた社会保障。イギリスってなんか世界でも福祉早いじゃん、うんうん、はい、そうですね。エリザベスの時代から貧しい人を助けようとか、お年寄りを何とかしようっていうのがあった、はい、19世紀一番すごかったんですよ、うんうん、でこれに彼は警鐘を鳴らした。つまりこんなことやってっから、はいはいはい、人助けてっから普通の人も死んじゃうんだって。うーん、だから助けられない人は助けちゃいけないんだっていう異端児でしょこれって考え方として、はい、でもう一つ言ったのはしょうがないけども、医学の発達、はい、ほら候補にしても北里さんにしても、はい、パストゥールも19世紀の後半の人じゃない。医学も発達して社会保障も発達して、で人口が増えれば食べ物は増えない、な絶対ダメじゃんって。だから彼はこれを良くないって、でこれ今考えてごらん、残念ながらすごいお年寄りの方が見てたら怒っちゃうかもしれないけど、こういう風なのがお年寄りに社会保障にお金を渡します。例えばうちの母親に僕がその自分の社会保障を渡します。で母親が長く生きることってのはすごく嬉しいことです。だけどもそのお金が今度は子供たちに行かなくなる、はい、本当はお年寄りに行かなければ子供たちに行けば子供たちが豊かになり子供は増える、うん、だから彼らの考え方としてはここを生き残らせるんじゃなくて、うん、若い人たちを増やしてここは減るべきなんだっていう、これは言っていい言葉なのかな、奪捨て山っていう言葉、はい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 、あるでしょ。あれはまあ昔日本に残っていたある一定のお年寄りは年取ったら自らの意見で自分の捨てられる場所に行くっていう、そういう理論っていうのは実は成り立ってたってことなんだ、ね、子供たちを食わせるために私は死んだ方がいい、私の職業はこのじゃんで、あれがなんかひどいなと思ったけど、こういうマルサスの理論を考えると広い目で見たら確かにこの部分っていうのは今ネックになってるよね、うん、ここがすごい増大してるじゃん、まあ、だからこそねコロナ禍であのウイルスはわざとこれのためなんじゃないかっていう、そう話も出るセオリーが出ちゃうわけですよ、うん、なわけないけどそうなっちゃうわけじゃない。だからなこのマルサスの言ってることっていうのはこの19世紀よりも実は今、うん、まさに今特に日本に抱えてる問題点の100年以上前に継承してた、うん、なるほどっていう人で、僕はマルサスの考え方っていうのはちょっと非常な感じだけど、はい、間違ってもないかなっていうのは思ったりはする。慶応の SFC にですねこういう考え方出たんです。出たのすっごいうまく遠回しに書いてましたね。やっぱり直接に書いたらとんでもない角が言われるよね、立っちゃうんで、すっごい遠回しに。でもやっぱり問題的にはこういうことを考えるってことなんだ。いなくなった方がいいっていうのをすごい遠回しに書いてました。昔は例えば転んじゃったりしてで腰の骨折ったりとかそれで死んでた、でも今は治しちゃうとかっていう書き方したりとかして、あ難しいね、まあ、まあ難しい。これは内容的にカットなのかもしれないけど、今のうちのまあ母親とかぐらいだと今80、70後半ぐらいから80代の人っていうのは第二次世界大戦太平洋戦争で子供の時だったんですよ。ですごい生活が苦しくて、で終わった後本当に苦しいながら立ち上がってこの年になった。なんで確かにその人たちは助けてあげたいなと思うの、随分苦しんだ生活をしてきたから、うん、でも正直まあ、俺もそうだし、まあ、今60代の人とか、まあ、70前半の人なんてのはめちゃめちゃ楽しい時代を送ってきた人多いね。いわゆる高度経済成長、ね、バブルで、そんな人に果たして社会保障必要なんだろうか。自分のことは自分で助けなきゃいけなかった時代だったのに、うん、若い時代だけ飛ばしちゃってわーって飛ばしてって、で年寄りになってお金ないって言ってる人っていっぱいいるんです今。はははだったらもっと若い時にしっかりと貯めてたらよかったじゃない、あんなにいい時代だったのに、うん、それなのに社会保障に回すわけじゃん国のお金。ははこれはまあ票があるから難しいけど、どっかで何歳以上は助けるけれども何歳以下はもうある程度は準備してくださいと、社会保障下げるから5年とか10年ぐらい前からね、前もってね言っとけばちょっと危機感を持って今の60代の人は貯めるんじゃないかなって思う、ね、そういう風に言っとけばよかったっていうのはある過去にね。そうな、そうなんだよね。でも今更だからさ、今じゃあ来年から出さないよってさ、それはまあさすがにねひどい話だけど、それと僕たちの時代はちゃんともう前もって15年後はもうないよとかって言ってあげないと今の子たちがかわいそう。いやこれは良かったんじゃないですか。熱い、かなり継承大丈夫かな、まあ、どの層が見てるかによるかちょっと分かんないけど、はい、いやでもなるほどって思ったかもしれない。だって KO 出しましたからね、びっくりしましたよ長文読んだ時こんなんかみたいな、マジかと思って。
って、そのまあ当時ね解説した時にびっくりしましたね。本当国連偏見とかが多分一番。だからね、平和っていう考え方にすごい反する考え方なんだけどね、うん。やっぱり戦争があって初めて人口減るっていうことなんだよ。で増え続けていつかは大きな戦争になるっていうのも見えてわかるからね。うん、まあ戦争いいとは言えないけどね。そうですね。うん、はい、はい、あくまで歴史ですから私たち意見じゃないですからね。それを間違えないですね。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、しょうがないまさらまバイバイ。うん。